就職4年目の21歳です、えー、年功序列制の工場、えー、勤務をしていますが実力勝負の不動産業に行きたくて宅建勉強中です家族に反対されてますが不動産業界の転職はどう思いますかとことなんですがあーでもいいんじゃないですかうんあの不動産業界ってねあの当たったらめちゃくちゃ儲かるのでそういう意味では全然僕は悪い業界じゃないんじゃないかなとは思いますけど不動産業界ってすごい大会系でゴリゴリやらないといけない業界であるのできついっちゃきついかもただまあ不動産業界系も今はなんかこう 宅建とかを取ってやるのは意味があるかもしれないですけど、営業マンって多分、今後どんどん減ってっちゃうと思うんですよ。やっぱりこう。ネットとかまあ ai とかまあそう,いうんじゃないけど、そういうのでこうね。あの自動で。 あのアプリとかね上で物件とか決めちゃうような風になってくのですごいハイなところとか違うかもしれないですけど普通にやっぱネットとかでどんどん取れるようになってっちゃうし精度も上がっちゃってるんでそういう意味で言うとどんどん宅建という資格はないとそういう運営はできなくなる可能性はあるんだけど営業マンの必要性ってどんどんなくなってっちゃうと思うので特に今はあのプロップデックって言って IT と不動産がくっついた新しいですねジャンルが結構海外で出てるんですよでこの会社がめちゃくちゃお金を調達して結構今トレンドに なってるのでプロップテックの勉強を同時にやってるのでいいかもしれないそうすると時代に取り残されないで、まあ、最新のえ世界の不動産のトレンドっていうのを把握した状態でえ不動産の業界に入ることができるのでそうするとどこの会社行ってもえ重宝されると思いますよ概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックは無料体験できますぜひチェックしてみてくださいそれではバイバーイ